佐賀県道48号佐賀外環状線沿いに立つ佐賀エッフェル島馬場ババンジは佐賀県神崎郡三田川町出身の板金塗装職人。板金、塗装、塗料の一級技能士や二級自動車整備士免許など26の国家資格を持つ技術者でミニエッフェル島の建造や映画の撮影で使用したゼロ戦模型の復元などで知られる。また、発明家、 現代アート作家、山伏、陸上競技選手としての顔も持つ。有限会社ババボデー代表取締役。佐賀県神崎郡三田川町出身。佐賀実業高校卒業後、同じく技術者だった父の勧めで、福岡県の車体メーカーに就職。3年間ひたすら鉄板打ちに明け暮れ技術を磨く。5年間の修行の後、故郷に戻りババボデーを創業し独立する。 フランス旅行で目にしたエッフェル塔の完成度と型の美しさに刺激され、板金技術の腕試しも兼ねて1982年に工場の敷地内に約17メートルのエッフェル塔を建設する。この初代の塔は吉野ヶ里歴史公園の整備に伴い工場を移転した時に解体したが、移転先の神崎郡神崎町で不況で暇だったからという理由で再度建造を開始。 本家フランスでは資金難で断念した改修計画の設計図をもとに両脇のショータワーも含めて約22メートルサイズで建設6年の歳月をかけ1999年に完成させた。その後、佐賀商業高校出身のプロ野球選手石丸真一をモデルにした映画人間の翼のロケで使われたゼロ戦の模型を映画上映10年。 戦後60年の節目に復元する計画が持ち上がり、俳優の藤岡博漫画家の松本霊児らによる復元実行委員会から復元作業の依頼を受け、父が海軍でゼロ戦の整備に携わっていたこともありこれを開拓。父親が残した尺寸で書かれた設計図と福岡県の元兵士らで組織するゼロ戦会から送られた当時の詳細な設計図をもとに、 ベニヤ製だった模型をジュラルミン製に改良しコックピットも忠実に再現。さらにエンジン代わりの発動機も取り付け、プロペラが回るようにして約2年の歳月をかけ完成させた。全長10メートル、両翼の幅は12メートルの実物大で機種に搭載された発動機によってエンジン音を響かせる。この模型機は高い完成度を誇り、青森県三沢市の 青森県立三沢航空科学館に展示された際には約2年間で10万人の見学者が訪れた。その後、映画、永遠の例の撮影にも使われている。1984年に階段昇降シャイスの開発で国際的に特許を取得したほか、シャボン玉製造機などを開発した。また芸術面では1986年にスプレー画で 日仏現代美術展に入選。スポーツでは、交通事故後のリハビリをきっかけで始めた、棒高トびで1998年に沖縄で開催されたアジアベテランズ陸上大会で2位。2002年には中国、大連で開催されたアジアマスターズ陸上競技大会で優勝している。エッフェル島2代目、神崎町に登場。 佐賀新聞1999年12月12日、豊田康光氏が語る戦争トップロ野球スポ日2007年8月16日、ハットゼロ戦復元期が、キササガ新聞2012年9月28日人物、技シャボン玉製造記サが新聞2012年4月18日、交通事故乗り越えババさん堂々にいい佐賀新聞1998年10月28日、 神崎町の馬場さん、棒高飛びで、見事金佐賀新聞2002年9月24日。ありがとうございます。